第38話、名門に生まれた策略家、炎術の非業の最後。西暦197年、揚州の寿春を本拠地としていた炎術は皇帝に即位します。これより前の195年、検定が長安から脱出して曹操に保護された時、炎術はこれで漢の命運は尽きたと考えて、自らが即位することを家臣に打ち明けますが、猛反対されて引っ込めていたのです。しかし197年に至り、炎術は強引に皇帝即位を宣言します。国号は忠とし、都を寿春としました。炎術に賞金首がかかる。ところが検定が存命の間に炎術が皇帝を名乗ったことに、諸侯は非難ごうごう。曹操はこれに乗じて検定の命令で炎術を逆賊として賞金首にします。炎術の配下であった孫策も、無謀なことはやめるようにと何度も歓言するような書簡を送っています。炎術はそれらの反対勢力に全て反発しました。結果、炎術の配下にいた有力な武将は炎術を見限って出ていきます。書簡を送って炎術をいさめた孫策も失望して出ていき、口頭で独立志向を強めていきます。炎術は住民に重税を課す暴挙。そればかりならまだしも、炎術は皇帝に即位すると揚州の住民に重税を課し、また兵力とするために多くの若者を挑発してしまいます。働き手は取られた上に税金は重くなるのでは、農民の暮らしは苦しくなる一方です。ですが名門の生まれで庶民の苦労を知らない炎術は、自分がどれだけ庶民を苦しめているかも分かりませんでした。曹操はついに炎術を討つために兵を出す。西暦198年、炎術は陳という小国を奪い取るために陳王を暗殺します。これを知った曹操は炎術を討つために兵を出し、炎術配下の4人の武将を次々に討ち取ります。これにより炎術の兵力は大きく衰えてしまいました。さらに同年には曹操に対抗していた呂布が炎術に援軍を求めた時に、炎術は呂布の裏切り癖を理由に援軍を見送ります。炎術からの援軍がなく、呂布は尽きる。呂布の命運はこれによって尽き、炎術は曹操の脅威をまともに受ける羽目になってしまいました。身体極まった炎術は曹操と炎章のどちらが天下に近いか考え、弱兵の曹操は炎章に敗れるだろうと判断します。そして皇帝の位を炎章に譲ることを条件に、自分を守ってくれと手紙を出したのです。炎章は曹操との戦いに忙しく、味方兵力が増えるのはありがたい話ではありましたが、皇帝を名乗って評判を落とした炎術をかくまうことで発生するリスク、そして以前炎術が炎章を身分卑しい諸子の子供とバカにしていたことを考えて返事をしませんでした。やむなく炎術は飢饉と悪政で廃墟と化した寿春を捨てて、猛将喜霊を連れて炎章のもとへと移動を開始します。これに対して炎章も迎えをよこすことが分かったので、曹操は二人が結託する前にこれを討ち取ろうと劉備と守礼を派遣します。劉備は炎術軍に追いつき、張飛が喜霊を討ち取ると炎術軍は総崩れになり、炎術はわずかな手勢を引き連れて敗走します。炎術の最後。時は真夏でしたが、炎術軍には食料はおろか水さえありませんでした。炎術は蜂蜜水を料理人に処方しましたが、料理人は血と水しか材料がありません、蜂蜜などどこで得られましょうと冷たく言い放ちました。炎術は寝台に腰掛けると突然目を見開いて、炎術ともあろうものが
このようなざまになろうと!と叫んで、口から大量の血を吐いて絶命したと言われています。炎術の人生。炎術は、ゲームなどでは最後の悲惨な末路が勘案されて、知力は低めに設定されていますが、その人生を振り返ると、常に相手を上回る知略を駆使し、敵を騙しても騙されることはない狡猾な策謀家として定義できます。ただ、野望だけが先走る傾向があり、自分の実力を過信し、皇帝を名乗るなどしたために、諸侯の信頼を失い、また、農民の苦労を知らず内政に意を用いなかったので、自分が寄って立つ基盤まで失ってしまいました。故に一度の敗戦で、国力はガタ落ちしてしまい、再起することができなかったのです。炎術の失敗は、その部分に尽きると言えるでしょう。